皆さんこんにちは。前回ですね、少し触れたんですが、福猫くんという僕のパートナーがいまして、やっとその福猫くんがやっと来てくれました。ではどうぞ。こんばんは、はじめまして、福猫くん。やっと来たよ。こんばんは、皆さん。遅かったね。皆さん、こんばんは、福猫だよ。めちゃくちゃ遅くなったね。なんでこんなに遅くなったの？仕事があってね。仕事？仕事で遅れたの？仕事、ほら、さ、僕さ、宅急便やってるからさ。宅急便？黒猫だからね。黒猫だけにね。黒猫だけにね、これ。そうだね、確かにね。仕事やってるんだ。仕事だってすいません。遅れちゃって申し訳ないです。いや、今日はおしゃれな格好をしてきてくれたね。まあ、初めだからかな。初回ということでおしゃれをしてきました。ですね。まあ、仕事の遅れだっていうのもね、半分、本当に半分嘘なんですけど。嘘つくなよ。なんで嘘つくんだよ。実はほら、今日おしゃれでしょ。おしゃれしてるね。あのね、新調してきました。新調オーダーメイドでね、ちょっとこれを作ってきた。オーダーメイドなんだね。オーダーメイドだよ、これすごいね。ちゃんとさ、ちゃんとネクタイまでしてるね。ほら、ちゃんとさ、バランスいいでしょ。バランスいいでしょ、ほら、すごいな。しかも、ね、これってさ、ドットボタンだよね。そうだよ。ドットボタン、それ外せるんじゃない、もしかしたら。すげえな。外して、外せるけど、外したら壊れそうだからやめとこうか。なんでだ、やってくれよ。ちゃんと帽子も色ほら合ってるよね。え、その言うと、帽子の言うと、この帽子はね、後ろがね、ちょっと見えるかい、ワンポイントになっててね。おしゃれだね。福猫だからね、やっぱ福猫っていう以上はね、おしゃれしないとね、ダメだと思ってるからね。そうだね。服に興味あるんだね、猫のくせにね。猫のくせに出たんだよ。猫のくせに出たんだよ。ごめんなさい。はい。ごめんなさい。取り乱します。じゃあね、ちょっとね、今日はね、初回の自己紹介でもしますか。はい。皆さん、はじめまして。福猫ニャーと申します。名字が福猫で、名前がニャーです。ニャーくんとか、フッサンとか、何でもいいんで呼んでいただけたらと思います。で、ですね、ダメだ、フッサンでもいいじゃないかよ。それでね、ですね、僕はですね、年齢は2歳です。2歳だよ。2歳なんだ。2歳、え、それは、ね、猫の年ですか、はい、人間の年ですか。あれ猫年齢で言うと2歳なんですけど、人間で言うと24歳。猫で2歳だと24歳。ちなみに猫で3歳だと猫で28歳になります。そうなんだ。そうね、そっから猫は足す8、28歳からは8歳ずつ増えていくと思ってください。そうか。そうです。調べてきたんだね。調べたんじゃないよ。猫だから分かるからね。こんなことはね。そうです、そうです。すいませんでした。はい。あとなんか聞きたいことあるかい？趣味とかは？趣味はですね、酒ですね。ビールが好きなんで。いっぱい飲むもんね。休みの日はね、大体ビール3リットル飲んでるね。大酒飲みか。あと、まあ好きな食べ物は焼き鳥と焼きそばが好きですね。焼きそば昔から好きだよね。焼きそばね、ちょっと好きなんですよ。猫って焼きそば食べるんだ。食べる、だってカツオ節入ってるじゃん。カツオ節美味しいじゃん。だからさ、好きなんだよね。あと、あれですね、最後に、まあ、憧れの芸能人ってわけじゃないけど、憧れの芸能人、まあ、お手本にしたいなっていうのは、はい、お兄ちゃんね、菅田将暉ね。おしゃれさんですもんね。一応おしゃれって言った、正直言うとどうなのかなとは思うけど、まあ、ただ、ね、それカットした方がいいじゃないですか。いや、ダメだ。一応、まあまあ、ファッションリーダーとはなってますよね。ね、まあまあ、ショルダーってなってるんですけど、ただ、まあね、なんか変わった服着てるし、あとは、まあ、正統派なところで、まあ、フットボールの岩尾はね、結構、おしゃれですね、トラッド
クラが、はい、先生ご存知だ ね、だからその2人が一応なんか参考になるなって感じで、あと他の芸能人はあんまりくちゃりなこのメゴくちゃりんだよフグネコくちゃ悪いんだよ、まあ、そんな感じでねやっていきたいなと思います。自己紹介は以上です。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。パチ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 。そんなわけでね、はい、今日はですね、はい、まあ言うたら僕のチャンネルなんでね、フグネコチャンネルですからね。あなたが主役です。そうだ、そういえばさ、この間さ、はい、ちょっと1本目の画像見たんですけど、はいはい、あのさ、なんでしょう、はい、死んだとか言ってなかったか誰、はい、誰なんだそれはさ。これ作ってたからさ、細くなっただけでさ、死んだとは言ってないんですよ。あのさ、僕らパートナーがいるんですけど、この絵死んって言ってたよね、この絵言ってたよね言ってたよ、見たよ見たよ、なんなら3本全部見とるっちゅうねん、これそっか、ちょっと緊張してるね、緊張してるね、緊張してるね笑えないしね、一人で撮ってると笑えないんで、まあなんか硬いなとは思ったよ、硬いなと思った、うん、まあいいんじゃない、慣れてないからね、それね。まあそんなことはいいんですよ。あれ今日はですね、一応副談笑で、まあ副談笑シリーズの一発目ということでね、はい、僕福猫のわからないこととか気になることを、福猫くんがわからないことは多分僕もわからない。そんなことない、そんなことない、そんなことないでしょ、ちょいちょいない何でその旦那みたいなあ、それでちょっとあのいろいろ勉強、僕はねまだね、うん、猫だと2歳、はい、2歳ですけど、はい、まずちょっと人間でいうと24歳の若造なので、ね、ケイゼさんにね、まあこの人ケイゼさんって言うんですけどね、キャラ長いみたいだからね、服に関してね、ちょっといろいろね勉強して、もうもっともっとね、僕はね これ以上にねおしゃれになりたいなっていうのがあるので、ふくねこくんさんはちょっとえぐい顔だから、はい、あんまり顔はカメラに近づかない方がいいと思うよ。えぐいですか皆さん、いや何言ってんだよ、えぐくないよ。それで、まあね、それでですね、ごめんね、おい話切ってんじゃねえよごめんね、はい、それで、すごく素朴な疑問があって、はい、僕ふくねこは結構いろんなオールジャンルの服を着たいと思っていて、いろいろね雑誌とかを見てるんだけども、あの軍服的なやつね、またマニアックなところに来たね。まあ軍服っても言ってもさ、M1 ね、M1 とかって結構、女の子も男の子も着るじゃないですか今ね、うん、それで、ね、そういうのを見てるときにね、ミリタリーっていう表現するでしょ。ミリタリーしますね、ミリタリーって言うよね。そうだからそのミリタリーっていうのはなんとなく分かるわ。あれでね、アーミーって書いてあったんだよ。うん、アーミーって言うよね。そのえ、アーミーとミドルって何が違うんだっていうね。ああ、なるほど。そうそう、一緒。えじゃあなんで分けてるんですか、なんで言葉を分けてるんですかっていうのを聞こうと思ったけど、はい、お前が一緒って言ったらこう話さ終わるじゃないのよそうだね、はい、うん、ちょっとあるでしょうよ、はい、何が違うのかなっていうのを、うん、もう少しちゃんと答えると、僕もあんまり詳しくないんだけど、最近ファッション用語として結構使われている、うん、まあミリタリーとアーミーっていうのの違いってなるとすごく難しいんですよね。間違った表現もしている人もいっぱいいるので、うん、そうだね、うん、でどうだろうな、僕の感覚で話をすれば、うん、ミリタリーという言葉は割に大きな意味で使われます、うんうん、例えば軍の軍地だったりだとか、はいはい、軍用とかっていう、うん、どちらかというと形容詞として使われることが多いらしいんですね。あの形容詞っていうことは軍服とかじゃなくて結局軍用のとかそういうものとか、ね、まあそうだよね。そうで、アーミーって言われて使われているのはほとんどの場合だけど、そうだな、陸軍っていう、あ陸軍ね、あ陸軍くくりで使われていることが多いのね。で、
実はミリタリーという言葉の中にも陸軍っていう言葉が含まれているらしいから、かぶっちゃうんだよね、意味が。なのですごくややこしい。だからファッション用語としてもし使うのならミリタリー系ファッションっていう風に言う。よく聞くよね、うん、だからアーミー系ファッションっていうのはあまり聞かない。言わないね、アーミー系ファッション言わないね、確かにね。なのでまあ、僕の頭の中ではどちらかというとミリタリーっていうのは大きな括りがあって、言葉としてはアーミーっていう言葉があって、うん、ネイビーっていうのがあって、海軍がネイビーっていうんだけど、あ、海軍はネイビーっていうの？海軍がネイビーっていうね、はいはい、で空軍がエアフォースに分けられる。空軍はエアフォースっていうの？空軍はエアフォースっていう。エアフォースってなんか飛行機の名前みたいだよね。そうだね。それぞれ3つともに、うん、その服のイメージっていうのがあって、うん、陸軍は陸軍のイメージ、うん、海軍は海軍のイメージがあって、うん、空軍は空軍のイメージがあるっていう、うん、この3種類のイメージの服っていうのがこの世の中にあるのよ、うん、はいはい、なんだけど、はい、これ以外にも、はい、そのミリタリーファッションって言われるものっていうのが存在するのね、うんうんうん、そうするとこの3つのタイプの中に含まれないようなイメージっていうのが、うん、まあ、制服だったりするんだけど、うんうん、それはじゃあどこにどういうイメージの服だって言えないので、うんうんうん、で僕の中では、うん、じゃあそれをミリタリーファッションっていう風に呼んだ方が全部を含められるので、なるほどね、陸軍でもないし海軍でもないし空軍でもないけども、うん、軍の人たちが着ている服そうっていうものを指す時にミリタリー系とか言うよ、うん、みたいなことで、で、うん、今日はお話だけで、うん、簡単に終わらせてしまうんだけど、うん、次回、うん、具体的に、うん、こんな服だよっていうのを、うんうんうん、見せながら話をすると見せるのかい？いいかなと思うので、見たいね見たいね見たいね、うん、私物が多いので、うん、申し訳ないんだけど、うん、そのものを見て話しましょう。はい。